というのがですね、何よりもできることなんじゃないかなというふうに思います。改めてここから仕切り直しという形になりますので、我々メンバーも少し緊張しているところはありますが、ぜひ皆さんともう一度このお祭りですね、より良いものにしていければというふうに思いますので、これまで以上に温かい拍手とですね、おこぼれ拍手のほど何卒よろしくお願いいたします。
大きな拍手をありがとうございました。ひびきれんさんでした。次のパフォーマンスありがとうございました。では続きまして本日に